いらっしゃいませ。お邪魔します。お邪魔します。クッションカバーに縫い付けたらクッションカバーとしても可愛いかなって。吹きガラスならではの。ねえ、なんかあったかくていいですね。可愛い。プランターボックスみたいな。可愛い。森雅文です。インテリアスタイリストをしてます。実は僕も妻も建築学科の出身で、まあ、自分たちで家を作るっていうのは2人ともまあ共通で持ってる、まあ、夢というか、でただまあ東京でやっぱ一戸建てを土地買って建てるっていうなかなかハードルも高いっていうことで、まあ、自分たちが手の届く範囲でって考えた時に古いマンションを買ってそれを全部やり替えるっていうのが一番、まあ、現実的かつ、まあ、自分たちの夢を実現する方法かなっていう、まあ、一番デザインする上で大事にしたこととしてはルーフバルコニーがやっぱり大きくてそこから光がたくさん入る環境だったので、まあ、それを最大限生かすような間取りにしようっていうのはやっぱり一番意識をしましたね。はあ、私思うんですけど、おしゃれな家ってめっちゃ椅子ありますよね。確かに。なんか私それ最近よく思うんですよね。おしゃれな家って椅子めっちゃ多くないみたいな。それ多分ね、うん、なんでですか。買っちゃって勝手に増えてるんだと思うんですよね。あ、そういうことなんだ。まあ、もちろんねちゃんと決めて買ってる人もいるとは思うけど、はい、うちの場合は、うん、あ、この椅子欲しいな、この椅子欲しいなって言って、うんうん、ちょっと無計画に買って増えるっていうのはよくありますよね。でもなんか椅子をこうやって、まあ、600ぐらい置くときにこうやって色とか分けてるじゃないですか、はい、全部同じ椅子で全部同じ色じゃないじゃないですか、うん、こういう選び方もコツってあるんですか。そうです、まあ色味揃えるっていうのは一番多分分かりやすい方法だと思いますし、はい、うんうん、うちの場合はこうモノトーンで白黒シルバーあたりでまとめておけば、例えばその後テーブルが変わっても、うん、まあ、大体のものは合うだろうっていうのがあるし、そっか、モノトーンベースに選んでるんですね。そうですね、なんか自然とそうなりましたね、椅子は。すっごい大きいし、なんか足もすごい可愛いですね。 ありがとうございます。これオリジナルでデザインして、オリジナルなんだ、はい、作ってもらったんですけど。へえ、足がこれ何ですか。これね、スチールにブロンズメッキをしてもらってて。リクエストしたんですか。そうです。へえ、これはこう天板と足の色を揃えながら、うん、でも違う素材感でやりたかったんですよね。うん、うん、で素材感も違うし、うん、こっちはちょっとマットな質感だけど、はい、ブロンズの足はちょっと光沢だし、はい、ライトもう玄関入って一番最初に目についたんですけど、はい、めっちゃ可愛いですね。ね、これね、すごい面白いデザインですよね。面白い。すごく自由だし、でも機能性もあるし、これめっちゃ可愛いですね。これどこで買えるんですか。もう買えないんですか。これね、日本でイタリアの照明なんですけど、はい、日本で輸入してる会社があるので。あ、そうなんですね、はい、買えます。めっちゃ可愛いですね。ね、ね、これ穴がいっぱい開いてるじゃないですか、はい、この玉を移動できるんですか。できます。そうなんだ。好きなところにやってみましょうか。うん、やってみたい。まあ好きなところって言ってもこうね、ある程度決まってきますけど、まあ、ここでもいいし。すごーい、面白い。ここだとちょっとね、隣に当たっちゃう。うん、そうやってできるんだ。つけてみていいですか。あ、いいですよ。
あの、設置、うん、あ、かわいいかわいい、うわいいな。なんかこう、トレイにちょっと果物が乗ってるみたいな感じも、ね、見えますよね。そうですね。また置いてるものも全部かわいいなす、物の置き方やばいですね。そうですね、置き方はちょっとコツはあるかもしれないです、ね、コツがあるんですか、うん、本もこう普通に立てて置いてるものと平積みにするもの、はい、これをなんか併用するだけでもまとまりやすくなりますね。まあ、かわいい。アクリルとヌメ革。え、かわいいこうちょっと相反するものというか、だいぶ相反しますよね。近未来っぽい傾向のアクリルと、うん、すごくこうローな生っぽいそのヌメ革のバランスが面白いなと思って、うん、え、めちゃめちゃかわいいんですけど、また色合いも素敵。あの、部屋のコーナーにこう、うん、要素があると自然にそっちに目が行くんで、うん、空間を広く感じやすくなるんですよね。空間の広がりが生まれるっていうのはあるんで。こっちからの景色もまためちゃめちゃ可愛いですね。なんだろう、このブラウンをベースに赤茶とあのキッチンの収納と、うん、あとそこの玄関の横のオレンジの絵が見えて、はい、なんかすごい綺麗な色合いで、手前にこのネイビーがまた入って、このソファーのネイビーとあの絵のネイビーがまたリンクして、なんかめっちゃ可愛い。気づきますね。気づいてきた。そうなんです、ね、そう、ちょっと色をこうリンクさせる、拾い合うっていうのはポイントです。めっちゃ計算されてんだなって思った。この例えばお花とか、はい、まあレモン、あんな普段置いてないですよ今日は特別にレモン置いてるんですけど、うんうん、ああいうものでちょっと色をさしてやると、え、もしかして今日森さんの T シャツとレモンをリンクさせてますか。あ、そこまでは考えてなかったとかでも本当にでもそういうことだと思います。なるほど、なるほど。仕事柄いろんなそのスタイルを試したいっていうのもあるのもあるんですけど、実際あのうちの自宅も、まあ、ある意味で一つの、まあ、実験の場所というか、何回も壁の色は多分もう5回ぐらい変えてるし、ソファーもこの間張り替えたり、ラグも変えたり、結構変えてるんですよね。で、まあその主要な家具が変わってなくても雰囲気ってめちゃくちゃ変えることはできるんですよね。それは僕も身をもって実際にやってみて感じてるところだし、ちょっと今の現状そんなに満足してないっていう場合でも、変えやすい要素を変えてやるだけでも雰囲気は変えることができると思うんで。窓だったんですよね、この後ろ。あ、だから窓をもう潰しちゃってるんで。あ、そうなんだ。そうなんです。だからまあ普通にセオリーで考えると、うん、窓潰すってまあ もったいないから、うん、まずやらないですよね。だからまあうちもあの住んで5年ぐらいはもうそのまま全体を窓にして開けてあったんですけど、ただ住んできた時にこの全部が窓に対して開いているダイニングスペースとリビングスペースって言った時に、あえて塞いでこうコーナー作った方がリビング空間としては落ち着きも出るんじゃないかなって思って、まあその隣に3つ大きな窓があって十分光は入ってくるから、まあ思い切って潰してもいいんじゃないか。思い切りましたね。めっちゃ熟睡できそう。かわいい。照明の使い方って結構そのリラックスしたい時とか、仕事に集中したい時とか、その用途によって変えることができるアイテムだと思うんですけど、ベッドルームの照明は少し低い位置に向けて、色温度を少し低めに設定したり、ちょっと暗めにしたり。ですね、このクローゼットの壁が、はい、これがやっぱすごい、なんだろう、やっぱどうしてもこういうクローゼットの奥って壁だから、うんうん、なんだろうな、空気の巡りが悪い、うんうん、溜まっちゃいますよね。はい、空気がこもるから、この作戦めっちゃいいですね。そうなんですね。
ベッドルームとリビングを隔ててる壁を、まあ、ルーバーっていう格子状の、まあ、建具みたいなもので隔ててるんですよね。うちの中をできるだけこうなんか緩やかにそれぞれの部屋がつながってるようにしたいなっていうのを。ここからこっちに来たら全然違う急におはようって感じですね。確かに朝そんな感じです。本当に晴れてれば。いや結構本当すごいかも。なんか色味と照明でこんなに気持ちって変わるんですね。ね、うん、不思議ですよね。不思議かも。でもなんかただ暗くすればいいとかじゃないじゃないですか。なんかすごい質感がなんかなんて言うんだろう、黒のカーペットのこの肌触りの感じとかも気持ちよくて、目に入る照明の高さとかも心地よくて、でこの壁から抜ける光も柔らかくて、たまたまかもしれないけどすごいすごいって思った。そうですね、うん、まあ、うまくいったところですね、うん、そこは真似したい。これはね、石です、ね、石、はい、これすごく薄く、はい、仕上げられる石、へこう曲面にも貼れたりする素材なんです。あ、そうなんですね、はい、キッチンは一番いろんな素材を使ってるんですよ。塗装も 2,3 種類あったり、木の種類も 2,3 種類あるのかな。で、ガラスと木と金属があってみたいな、いろんなもののミックスを試してみようっていうのがその設計段階であって、そんなに酒飲みがないんですけど今こうやってオブジェというかプランターボックスみたいにしてます。かわいいステンレスのバケツ型のバッグですね。ハチカバーみたいな、ハチカバーに今なってます。こんな風にも使えるんだすごっ、かわいいな。初めて見るものばっかり。これは僕が自分でミシンで縫いました、革用の。あ、これ自分で作ったんだ。これは自作です。これはプロじゃなくて。かわいい。これこんなのどこで見つけたんですか。これもオンラインで。待って、形変わった。そう、動くでしょ。え、すごい。え、ちょっと待って、すごい。面白いですよね。え、めっちゃ面白い。おー、これ何ですか。それはね、鍋敷きです。鍋敷きマジか、こんなおしゃれな鍋敷きあるんだ。すごい。石の柄が可愛い。これをもうつけてるんですか。そう、ちょっとこうシャーってかけて。へえー、そうなんだ。みたいな感じで使ったってことですか。まあ、あの置き式のウッドデッキ。あ、そうなんだ、そういうのもあるんですね。
まあでもあれですよ、木材組んで板張って、うん、え、自分で作ったんですか？これ自分でやりました。嘘でしょすごいんだけど、え、これ自分で作ったの？自分でやりました、ね、あの色も塗って。もともとやるんですか、そういうこと？あ、好きですね、DIY は。こんなの作れるんだテラスはある程度グレーっていう色でいろんなものをあの揃えてます。ウッドデッキもあのグレーに染色してるし、その DIY のソファーもあのグレーの塗装だし、でプランターの鉢カバーとかもあのアイボリーとかグレー系を選んで。ここは仕事のスペースですか？そうですね、普段ここで座ってパソコン作業していることが多いですね、うんうん、結構家で仕事することって多いですか？そうですね、あの、まあ、会議とかもそうですし、うん、あの、まあ、パソコンでいろいろ資料作ったりっていうのはここが多いですね、うん、小物とかめっちゃ可愛い、可愛いありがとうございます。なんかところどころにやっぱ石が結構ありますよ ね、 ね、石とガラス、うん、石とガラスはこれも可愛い、リンゴの。これはこんなんどこで買うんですか？これな、これもでもオンラインから、でもオンラインで買ってますね。すごい。これはどこのオンラインで見つけたんですか？いや、これどこだったかな。ちょっとこの2つは忘れちゃいましたね。この子たちは仲間ではないんですか？うんうん、仲間ではないです、全然別の。可愛いですね。可愛い、香水がいっぱい。香水ってなんか置いてるだけでも、ね、うん、絵になりますよね。ね、可愛い。瓶もそれぞれ形違って可愛い。これもすごい素敵です。そう、これはね、なんかパリの蚤の市で見つけて買ったんですけど、めっちゃ可愛い、すごい形可愛いなと思って。可愛いですね。何ですか？ここはトイレですね。トイレですか？可愛いえ、すごっ。これ全部、え、塗ったんですか？これも自分で塗りましたね何でも自分でやってますね。めっちゃ可愛いねんけど。え、すごい。トイレってこう、まあ唯一絶対こう密閉されたスペースじゃないですか。はい。だからそういう意味では他のスペースと全然違うテイストを持ってくる面白さがあるなと思ってて。なんか飲食店とかホテルとかでも、うんうん、トイレってすごく凝ったデザインとか多かったりしますよね。うん、あれってやっぱりこう、一人になる時間の空間をちょっとこう驚きに満ちた空間とかいい空間にしようっていうことの現れだと思うんですけど、まあなんかちょっと変わった感じにしたいなと思って。すごい、この電気すごい、ヘビヘビヘビ電気。これはまさか自分で作ったんですか？いえいえ、まさかまさかさすがに照明器具までは作れないんですけど。すごい、めっちゃ可愛い。これね、あのインゴマウラーさんっていう、あの光の詩人って呼ばれてたデザイナーさんがいて、はい、その人のデザインですね。まあなんかいわゆる照明器具、こう明かりを取るための照明器具っていう概念じゃないところから作っていますよね、うん、はい、そうですね、確かに。本当にストーリーがあって、このね、絵めっちゃ気になってるんですけど、すっごい素敵ですよね。ありがとうございます。これは自作です。えまた自作そうなの？まあ、コラージュなんですけど。めっちゃ可愛い。これも？そうなんです。すごい。あの、僕あの、センスがもう、とんでもないことになってますね。あの、インテリアスタイリストの、まあ、屋号一応あって、はい、それがチルコワークスっていうんですけど、はい、チルコってイタリア語でサーカスっていう意味なんですね。うん、で、まあ、ちょっとそのサーカスをモチーフに、なんか一つビジュアル作りたいなと思って。へー。家はある程度長い時間住んでいくものだし、出来上がった時がゴールじゃなくて、そこから住み始めていろいろ生活も変わったり、こう趣味も変わったりしていく中で、こう変えていける余地を残しておくっていうのは、あのすごくいいことだなと
思ってて、もう全部ガチガチに完成させてしまうよりもちょっとこう隙があるというか未完成のまま残ってる部分もある家の方が案外長く楽しめるかなっていうのは思います。目に入るもの全てがおしゃれで色使いも楽しくて探検家みたいな気分でルームツアーがスタート。森さんの色使いと物の置き方、欲しいものは作ってしまう、まるで魔法使いみたいで何回も驚かされました。森さんの目には日々いろんなものがどんな風に映ってるんだろう。常に楽しみながら実験を重ねていく。きっとこれからも森さんファミリーとともにこのお家も変化していくんだろうな。お気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。またまた。